情報を用いた環境情報ついてについての研究を行っております。コンピューター上のシミュレーションと実際の環境で行う実験、どちらも並行してやるようにしています。そういったことを評価するために時計でしたり確率の数値を学生時代の卒論の内容はというテーマです。待ち行列理論というものをやっておりました。その待ち行列理論というものは、実際にこの身近で起こっている現象を確率的に解析するような理論になっています。シミュレーション実験をするにあたって統計的に結果を示していきたいという事情があります。例えばその1回目にやった時の結果と10回目にやった結果というのは何回やったかによって左右される結果になってきますので、なるべくたくさんの回数をこなして統計的に提案したアルゴリズムの性能がどうだとか、そういったことを評価するために統計でしたり確率の基礎知識が必要になってきます。そういったことに現在でも活かされているなと感じています。